こんにちは。日本学術書道会の田村喜山です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説文を読んでから、後でその前後を廃止に筆で書いてみます。今日の言葉は、五穀狩りを聞く万輪の霜です。五穀とは一夜を五つに分けたうちの五つ目で午前3時から5時を示します。夜半に狩りの鳴く声が響き渡り、林いっぱいに霜が降りるという晩秋から初冬にかけての冷寒な風景を言います。自己を封じた静寂な心の内景、次の季節への移り変わりを予期させます。それでは今から五穀狩りを聞く万輪の霜を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。